ポリ・リンコンは、スペイン・マドリード出身の元サッカー選手。スペイン代表であった。現役時代のポジションはフォワード。レアル・マドリードの下部組織出身であり、経験を積むために CD ディテル・サフラ、デクレア・ティーボ・エルバ、レアル・バリアドリードに、レンタル移籍した。1979年に、レアル・マドリードに復帰し、10月14日の、レアル・サラゴサ戦で、 トップチームデビューすると、途中出場ながら初得点を含む2得点を挙げた。しかし、トップチームのレギュラーには定着できず、1979から80シーズンからの2シーズンで、リーグ戦、計16試合に出場に止まった。1981年に、レアルベティスに移籍し、2シーズン目の1982から83シーズンには、チーム順位こそ11位だったが、 自身は20得点を挙げて、ピチイチ賞に輝いた。ベティスは1988から89、シーズン終了後に、西軍ダ・ディビシオン降格となり、32歳で現役引退を表明した。ベティスでは公式戦通算で100近い得点を挙げ、プリメーラ・ディビシオンでは、通算239試合に出場して81得点を挙げた。 1983年4月27日、サラゴサで行われた UEFA 欧州選手権1984予選のアイルランド共和国戦でスペイン代表デビュー。FC バルセロナのフランシスコ・カラスコとの交代で出場し15分間プレーしただけだったが、初得点となるダメ押し団を決めた。百八十三年十二月十一日、セビージャで行われた 同予選のマルタ戦では4得点を挙げ、スペイン代表は12-1で歴史的な勝利を挙げた。この試合の詳細は UEFA 欧州選手権1984予選スペイン12-1マルタを参照。1984年前半に行われたスイスやハンガリーとの親善試合でも得点したが、フランスで開催された UEFA ユーロ1984本大会の 出場メンバーからは外れた。1986FIFA ワールドカップヨーロッパ予選ではウェールズ戦とアイスランド戦で得点し、メキシコで開催された 1986FIFA ワールドカップ本大会のメンバーに選出されたが、1分間も出場することなく大会を終えた。 代表での得点2004年には短期間だがヘレス CD のフットボールディレクターを務めた。また2010年にはカデーナコープの解説者を務めた。ありがとうございます。